今回は2022年早くもベストバイ候補のこちらの爪をご紹介します。アウトドア道具ではないんですが、新感覚の爪切りです。切らない爪切り、爪王。深爪が本当に苦手で、普段は爪切りも使うんですが、爪ヤスリで研いだりもします。爪ヤスリの方はもう研いだ感触がどうしても苦手で、いつの間にか数日切ってない、そんな感じで今までは過ごしてました。に比べてこちらの爪王は、開けてみます。爪王はもうこのような大根おろしのような形状です。これ触っても全然痛くないです。肉眼では全く見えないんですが、穴が開いてるみたいです。でこれ、ここで削ると全てのカスがこの中に入ります。そんな仕組みで、こちらが平たい面で、裏にはこの細い面もあります。でも仕組みで言うと、こういうスライサーみたいな感じです。で目が細かいので全く痛くない。今回この親指だけ爪を伸ばしたので削ってみようと思います。現状はこんな感じです。じゃあこの辺を削ってみます。本当に軽くするだけで、このような感じでもうここがなくなりました。で全くカスも落ちない。で次はこちらを削ってみます。こんな感じ。変な感触もなくて、簡単に爪が研げます。でも本当に新感覚の爪切りです。簡単、変な感触もなしで、全く汚れない。今回は新感覚の爪切り、爪王を紹介しました。とっても簡単に爪が削れます。